こんにちは、山下雄平です。今日はですね、おすすめのカップラーメンをご紹介したいと思います。おすすめといってもですね、これは超おすすめなんですよ。おそらく昨年2014年に食べたカップラーメンの中で一番美味しい、そんなカップラーメンになります。早速いきましょう。こちら、じゃん、サバだしラーメン。宮城県石巻市、新鮮な三陸産のサバでだしを取った風味豊かなあっさり系。こちらですね、僕たちがその岩手県の、東北に行った際に見つけまして、なんと美味しいんだと、そんなカップラーメンだったんですけども、なんとここ大阪のコンビニでも見つけました。もしかしたらどこでも買えるんですかね。それでは早速食べてみたいと思います。中身はシンプルに火薬と液体スープ。火薬を入れて、お湯を入れて、スープを温めて待つこと5分、完成です。もうですね、香りが魚のあの出汁の香りそのものなんですよね。とてもカップラーメンとは思えないこの香り。これ香りだけでご飯食べれますね。出汁の味がですね、もうすごく丁寧で、お店で食べているみたいな感じですね。麺もいただきましょう。麺はですね、縮れ麺で、スープとの絡みが良くて、結構歯ごたえがあるんですよね。もっちりコシがある麺になってます。麺の卵の味がですね、結構しっかりついていて、麺だけでも美味しいんですけども、やっぱこの出汁がね、美味しいんで、これも最高ですね。あっという間に完食です。石巻サバだしラーメン、本当に美味しいので、ぜひ見かけた際は購入してみてください。それではライブ情報、アルバム購入ページは下の説明欄より、こちらもぜひチェックしてください。